ということで配信をしていこうと思うんですけど、え？マジか、ハッツが一昨日買ったばっかりのスプーンをパキって割れちゃってる。ハーツか。2日前に買った、一昨日。それは泣いていい。それは泣いていい、絶対。泣くべき事案。確実に。かわいそうだからいいねしとこう。かわいそうだからいいねしとこう。泣いちゃうよね。さあ、ということで配信をしようと思うんです、しようと思うとかしてるんですけど、ですね、まあ皆さんにね、昨日いい感じに匂わせさせていただいたんですけど、まあ匂ってないよ、全然もう分かってたよっていう人もいるんで、匂わせとはって感じなんですけど、パンダさん落花生ありがとうございます、ありがとうございます。ですね、なんだっけ、本日8時夜のだから20時30分から、西川れいちゃんとコラボ配信をすることになりました。昨日の夜のね配信、私が7時ぐらいに配信してた時に誘ってくれてて、そうでもちょうどもう誘われる瞬間に本当にもう終わりますって言って終わろうとしてた瞬間だったので、そう、ごめんねっていう話をしたら、なんかそのもうすぐに明日はどうですかっていう連絡をくれて、れいちゃんと本日配信、コラボ配信をすることになりました。で本当はその事務所でねやろうと思う、ここでやろうと思うっていう話をしてて、でもさすがにコラボ配信だからマスクはなっていう話を多分してたのをみんなは聞いてたと思うんですけど、やっぱこういう状況下もあって、やっぱりなんかなんだろう、家以外のところでご飯を食べる以外でいろんな人がこうおしゃべりとかをしている時に配信をするって、マスクを外して配信をするっていうのもちょっと自分的にも怖いなと思ったので、マイシスターズハウスがねあるのでそちらで配信をしようと思っております。なのでそちらの Wi-Fi はしっかりとしておりますので、ご安心をしていただければ。そうです。なのでちょっとそんな感じでございます。まあなのでマスクしてなくても、まあ家族の家、家族の家って言ったらなんか変なんですけど、まあそう、まあ言うならば家なので、はい、まあまあまあしっかりとマイシスターには許可はいただきましたので、そんな感じで配信を、本日は、8時半からコラボ配信としてはするんですけど、なんかちょっと前ぐらいからしとこうかな、普通に配信しようかなと思ってて、でも何分から、8時台、8時か8時15分か8時20分なのか分かんないけど、そこら辺から、夜は配信をしたいと思います。
ということで、まあそんな感じです。しゅんごさん、アスパックサラサラしか出てこん、なんだっけ、ピーナッツ、ありがとうございます。なので緊張はしてます、すごい。どうしようそう、でもこの後はメイクをしてレッツゴートゥーマイシスターズハウスで配信をしてって感じかな。なのでメイクすればいいじゃんって思うんですけどね、ちょっとここでメイクするのは怖い。そう、今日のレッスンはもうさっき終わりました。お疲れ様、人少なすぎてまあ頑張ります。もう忘れた振り。もう振り忘れたんですけど、まあ大丈夫。そう、本日は雫公演で私自身も出演したかったなっていう思いはあるんですけど、まあでもさやりんが、まあきっと私知らないけどね、ポジションは。まあきっとさやりんだと思うんですけど、さやりんが多分新しく覚えてくれたので、さやりんにも頑張れっていう LINE をちゃんと送ったので、本日私がやることはレイちゃんとの配信を残すだけそう、緊張してやることは、お風呂とか歯磨きとかは別に緊張してやらなくてもいいから緊張するべきことはりーちゃんとの配信だけなので頑張りたいと思います。パンダさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。そう、ドキドキです、正直。なんか本当にドキドキなんですけど、頑張りたいと思います。待って、謎なんだけど、これは偽情報だと思うのでですけど、どうなんでしょう。そうですよね、特に何も連絡とかも来ていないんで分からないんですけど、私の配信で、まあ、もしかしたらね違う情報が錯綜しているのかもしれないんですけど、私の配信でなんか、なんだろう、こうらしいよみたいな、なんか不確定な情報をなんかコメントで、本当にいろんな方がコメントくれるのはすごいありがたいことなんですけど、不確定な情報をコメントで流して、例えば私がそれを拾っちゃった時に、なんかまたハルピョンがまた変なこと言ってたってなるのも嫌なので、まあ多分そう仕向けたいのかもしれないんですけど、そうですね、ちょっとちょっと。やめていただけると嬉しいなと思います。はい、まあ、誰がどんな情報を流しているみたいなことは今ここでは言わないんですけどなんか結構最近よくあるので、で別に私もそれを聞いてるその本人とかから、それこそ公式の発表でされてるわけじゃないから、私も本当のことはわからないし、うん、どうなのかっていうのはちょっとわからないし、私がここで喋るっていうのもきっとあるかもしれないけど、ファンの方が別で星投げの星集めのためにここに入ってくれた人が他のメンバーの配信で言っちゃうとかって言って、なんかよくわかんない方向に広がっていっちゃうとあれなので、公式さんから発表されたこと以外は
なんからしいよとかそういう言葉をつけてくれるときっとあそうかもしれないんだなみたいなことにはなると思うんですけど、なんだってって言われると私もねあれどうなんだろうみたいになっちゃって、ファンの方もそうどうなんだろうってなっちゃうので、まあ言論の自由だとかって言われたらそこまでになっちゃうのかもしれないんですけど、はい、でもまあそれを私の配信でする必要はないと思うので、あのそうですね、なんだろう、難しいんですけど、ちょっと、もちろん、むずいですね。とりあえずじゃんけんしよう。まあなんか触れないのが一番だよってよく言われるんですけどなんでしょうね、難しいですね。もちろんそれはそうなのかもしれないんですけど、なんかそれで私もどうなんだろうって思っちゃって他の人に言っちゃったりしてってなったらっていうこともあるので、嘘を拡散すると罪、そうなんですか？じゃあもう罪で問えちゃうってことなんですか？罪ですって。みんなも気をつけて、なんかいろいろあると思うけど、いろいろあると思うけど、へへへ、そうだから最近は言わずに確認をしたりとかしているんですけど、もうなんかそれをするのもあれなのででも私本当に一個気になっちゃったことは全部気になっちゃうんですよね。ずっと気になっちゃうの、なんかどうなんだろうどうなんだろうって思っちゃって、もう本当になんかこういう人だからこそなんか引っ掛けがいがあるのかもしれないきっとなんかそういう引っ掛けがいがあるのかもしれないんですけど、でも本当に気になっちゃうタイプの人間なので、なんかあんまりねちょっとそうだなって感じです。お願いします。ドボンのイベントね、何もなさそうですね。今月も CM 選抜、最初の CM 選抜の10人くらいしか、やわやわのんびりマウス。なんかこんなにイベントがないとそれもそれでね不安になりますよね。まあでもそれこそこういう状況ってこともあってメンバーができないっていうのが不利になっちゃうからっていうのを考えてくれたのかな、なのかはちょっとわからないんですけど、まあポジティブにそういうことにしておきましょう。はい、もしものことが起きた時にメンバーができないってなると本当に、私もそれは8月の時にすごい不安だったし体感した一人なので、で皆さんも UR もらいました？私は、まあ、100位以内の方はもらえたはずなんですけど、私はもらったんですけど、これさよならクロールのあれですかね、きっと。多分そんな気がします。確かに組閣後の新体制になったらドボンもいろいろ確かに変わりそう。どうなんだろう、てかこのさ、なんだっけ、トップがなんていうの、最初の画面、アプリが始まった最初の画面のさ、
潜在、あ、てかこのアプリで使ってる潜在写真が全てもう2年前とかの潜在写真なんですよ。そうだからそこをまず変えてほしいっていうのはありますね。せめて去年のにしてくれって。確かにチーム8はあんまり変わんないけど、そっか、あれだね、変わるのか。他のチームはより変わっちゃうから絶対変えなきゃいけないのか。そう、でもこの洗剤のおかげで、洗剤なんか食器用みたいな、違う、この洗剤写真のおかげで正直そのファンの皆様があのいただけるアクリルチャームとかあるじゃないですか。なんかそのアクリルチャームとかで三つ編みのメンバーってね、多分この潜在写真私一人なんですけど、この長さの三つ編み、多分どうなんだろう、ちょっとちゃんとは知らないからはっきり多分としか言えないんですけど、そうだからね、見つけやすいっちゃ見つけやすいですよね。なんか見つけやすいっていうか、あ、これはハルピョンなんだなって分かりやすい。うん、と思います。そうそう、あと八重歯も、あれ八重歯つけてくれてるよね多分レッドクイーン。私はねファンの方からこんな感じのアクリルチャームが届いたよってタグ付けしていただいて、それで見たんですけど、こんななんだと思って、三つ編みやだなと、このてかこの顔があんまりなんかまだその眉毛の色とかを変えるってことを知らなかったり、本当にもう高3の3月とかに撮ったのかな、高2の3月いや違うな、高3の2月3月1月とかそこら辺に撮った写真なので、もうなんかまだなんか髪をしっかりその染めた垢抜け後みたいな、垢抜けてんのか分かんないけど今も、でもどうなんかなんて言うんだろう、芋感が強すぎるこの潜在写真、うん、芋芋しいハルピョン本当に。いもいもしいハルピョンすみちゃん六花生ありがとうございます。生年月日が全く一緒だったので知って切ってみました、だってありがとう。芋好き何芋が好きですか皆さんそんな話どうでもいいわって言われそう何芋が好きですか。私はむずいな。じゃあさつまいもの料理をしたら何芋が好きですか、 なんていうの何が好きですか。あ、焼き芋、干し芋、さつまいも料理する、あ、豚汁美味しい、大学芋、わかる、あ、待って、天ぷらかも、うちでも豚汁かな、豚汁は強いな。え、肉じゃがさつまいもに入れたことない。え、豚汁じゃがいも、待って初めて見た、さつまいもご飯、あー美味しそう、豚汁は里芋、うちは里芋も入れる時もあるし、焼きそば違う、なんだっけ焼き芋違う、さつまいもを入れる時もあります。いやでもわかる、待って、天ぷらめっちゃわかる、天ぷらめっちゃわかるな。
じゃあじゃがいもはどう料理しますか皆さん。まあ豚汁か。単純に味噌汁、わかる、うちお味噌汁の中でなんか豚汁とかそういうのを抜きにしてね、お味噌汁って言われる具材があるじゃん、なんかネギとか豆腐とかあるじゃないですか。私お味噌汁の中で一番好きなお味噌汁はあのわかめとじゃがいものお味噌汁、わかめとじゃがいもが入った味噌汁が一番好きなんですよ私。もうこの世の中で一番好きってぐらい大好き。じゃがバターうまそう、うまそう。じゃがバターちゃんとだ。うわコロッケはでも、ね、私コロッケはねあれなんですよ、ごめんなさい。コロッケはねカニクリームコロッケしか勝たんなんですよ。はい、あーポテサラね、ポテサラも美味しいな、確かにわかるわ。いやカニクリームコロッケしか勝たんよ。なんかでも私そのよく行くスーパーとか行ったら違うんですけど、そのなんよくは行かないけどなんかその一つのお店があるけど、そのお店にもそのいくつか店舗ってあるじゃないですか、わかりますかね。だから例えばセブンイレブンだったらセブンイレブンの中にもホニャララ店とかホニャララ店ホニャララ店があるじゃないですか。でとあるスーパーにもホニャララ店とホニャララ店とホニャララ店があるんですけど、私はそこのいつも行くところはのポテサラはすごい好きなんですけど、別のお店のポテサラはなんか違うなって、そう味がちょっと違うんですよ。でなんかじゃあスーパー行くけど行くって聞かれてとか、え何買いに行く、え何買ってくればいいって聞かれた時にママになんか、え今日はポテサラの気分だからポテサラって言おうとしたら、えで待ってどこのそのスーパーに行くのって聞く絶対そうだ、どこのセブンに行くのって、セブンじゃないんですけど、そうどこに行くのって聞いて、私が欲しているそのそこのスーパー、お店のスーパーだったらポテサラがいいって言います。そうてか私がまあ私も行くので一緒に、ほうほう、いや言いたい、ここの丸々店のポテサラはマジ美味しいんですよ、私の好きな味なんですよって。好きな味っていうか多分それがよりあるから、それに親しんじゃってる、馴染んじゃってるっていうか、そうそう言いたいけど言ったらよく行くスーパーだからそうダメです、内緒。ハルピョンがめちゃめちゃパパピョンとママピョンとこうやってカゴをして歩いてるのを見られちゃうスーパー嫌です、うん、聖地ではありませんやめてください。ポテサラといえばなんですけど、全然私とは全然関係ないんですけど、小学校4年生5年生か5年か6年え5年だったと思うんだけどの時に、なんかねあの調理実習って あるじゃないですか、そのもうなんかご飯お味噌汁なんかおかず一品作りまし、一品っていうかおかずセット作りましょうみたいな、でご飯作る時とお味噌汁作る、ご飯作る調理実習とお味噌汁作る調理実習とおかずを作る調理実習ってあったんですけど、
そう。でもなんかその時はおかずを作る調理実習だった時があって、でご飯はその先生が炊いてくれて、そう、まあそんなゴーンじゃなくてね、あの給食とかもあったから、そうちょっとだけ先生が本当にちょっとずつだけ炊いてくれて、でなんか食べるっていう調理実習があったんですけど、その私のテーブルの子でもないんですけど、なんていうんだろう、別の班の子がポテトサラダを作ってて、なんかポテトサラダってじゃがいもをね潰してこさなきゃいけないと思うんですけど、なんか何を血迷ってない最近血迷いがち私何をどうなったのか知らないんですけど、急にその子の目の前からポテトがなくなった、じゃがいもがなくなっちゃったらしいんですね。そう、こしたはずのじゃがいもが、え、どこやったのってもうみんななるじゃん、騒然ね、え、みたいな、すごい騒然、え、どうしたのみたいな、え、あったじゃんみたいな、え、こしてたよねさっきみたいになって、なんかその子は何をしたかったのか分かんないんですけど、そのこした後のボウルの中になんかお湯を入れちゃったみたいでそう、もうこしたじゃがいもがふわふわふわって、そう、え、だから何したかったのか分かんないですよね、全く私たちもみんな誰も分かんない、うん、だから結局そのポテトサラダに入れるはずだった具材と、あとなんか玉ねぎとか炒めて食べてました、その子は、その子たちの班は、かわいそうだなって思いながら、私たちは何と自分が何作ったかも覚えてないですもん、そのポテトサラダ事件が強すぎてうん、自分が何作ったかなんて覚えて、え、ポテトサラダ作ったのかな本当に覚えてない、え、なんか冷製スープとかの量じゃないんです、もうじゃがいもに対してのお湯の量が半端なくあって意味わからなかったですねそう、すごい、なんかすごいなって思いました。いや、まあでもそんなもんですよね、小学生の料理作ったことない子なんて、うん、未だに私多分いつかやろうとしたらやるもん絶対私もやっちゃう気がする、料理なんて全くしない人間だから、あ、え、ねえ、じゃがいも消えたって言うかもしんない、いつかはず、うん、でんぷん抽出でんぷん抽出は笑うさすがに笑う、某番組で料理しないですって言ったのは潔よかった あれですね、みっちゃん系の B さんの、あの、あれも出してない、みんなごめん、ハマり飯のレシピ出しますとか言ってたのに、インスタが追いつかなくて出してないっす、全然マジで申し訳ない出す出す詐欺やってるわ、何しようとしたんだっけ、あー忘れた、ちょっと待って、出てこい出てこい出てこい、今何をしようとしたか、携帯を持って、あ、ローモバ思い出しました、ゲームでしたゲームでした、このあと7時間2時間どうしよう、6時3時間と8時間どっちか、
3時間だな。あくびつられた。あくびってどうやったらつられるんですか。だって私マスクしてるからさ、今やってもあくびしてもそんなわかんないっすよね。この状況でどうつられるんだろう。今日旦那さん誕生日？いやーキュン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 。何作ったらいいかな。だってもうその質問直接本人にしてほしいわ。もう可愛すぎてキュン死する。え、そんなことも考えなきゃいけないんですか。結婚質問、またハルピョンの結婚条件の話になる。やめてやめて、やだやだ、やめとこ結婚したらそんな、今日誕生日だから美味しいなんか好きなもの作ってあげようとか考えなきゃいけないんですか。絶対嫌です。絶対嫌とか言っちゃった何でもいいよって言われた。うわ一番嫌い。何でもいいよは何でもよくないやん。絶対。パンダさんミラーボールありがとうございます。何でもいいよは何でもよくない時の反応ですからね基本。そんなこと言うなよかわいそうって言われそうなんですけど。記念日はローストターキー。私食べたい、最近食べたいなって思ったのがあって、なんか私の好きな YouTuber さんがなんかそういう好きな YouTuber さんの子供の頃に記念日はなんだっけ、あー忘れた。ちょっと動画見ていい何だっけな、スペアリブ。なんか簡単にできるらしい、めっちゃ。そうです。スペアリブ。いや、オーブンでできるって言ってるよ、この方々。でも食べたことないスペアリブ、あんのかな。あったら申し訳ないわ。最近は炊飯器で料理するレシピ。なんじゃそりゃ。スペアリブ食べたい橋本スペアリブ、橋本食べたいものじゃんけんそれマクミックさん落花生ありがとう。パンダさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。やっぱり
お肉ですかね皆さん。そうだね、お肉が食べたいですね今。うん、お肉でも美味しい、だし茶漬けとかも食べたい。すごい、昨日のお弁当にあったなんか角煮みたいなやつが美味しかった。すっごい美味しかった。なんかね、角煮のお肉にね、トロトロの油ティアンが、うわまあ油ティアンなんであんまりねあれかもしれないんですけど、でも私は美味しいと思ったから美味しかった。油ティアン美味しかった、ごちそうさま。でも絶対料理って大変だと思うから無理しないでね。うん、料理は大変だよ。全然しない人が言うから何の説得力もないけど、でも全然しないのはなんでかっていうと大変だって分かってるからですよね。うん、おかしいな。昔は私もいろんなもの作ってたんですよ。なんか母の日と父の日合わせてオムライスを作ったりとか、料理台所に立つことは好きな子だったはずなんですけど、そうおかしいな。おかしいな。何が私をこうさせたんだろう。何が私をこうさせたんだろう。うん、何がこうなったのかな。でも料理作るの好きっていいですよね絶対。好きな人ができると作るようだって、それ前も言われたんですけど、絶対作んないよな私と思って、いくら好きな人ができても絶対料理だけは作んない自信がある。そんな自信つけんなって話なんですけど。うん、でも絶対作んない自信だけはすっごいもうある。だってそれこそさ、今時さなんかいろんなテイクアウトとかがさいっぱい、そのなんて言うんだろう、充実してきてると思うんですよ。このこういうご時世でもあったりとかして、本当になんかお持ち帰りっていう札じゃない、何看板とかをたくさん見かけるようになったし、そうそう、多分皆さんがそれこそ子供の頃とかに比べたらなんか持ち帰るっていうことも何倍もかなり増えたと思うんですよね。なんかそう考えたら別に料理なんて作れなくったって生きてはいけるんですよ最悪。まあ確かに多少お金はかかるかもしれないけど、よく言いますよね、自炊の方が安いよみたいな。うん、それも私も YouTuber さんの動画で見て、そうそうなんだなと思ってるんですけど、うん、でも私作れないよ。でも誰かのために作るっていうのって楽しいのかな。
だからいつか子供ができた時に子供にそのお弁当を、可愛いお弁当を持ってってもらいたいっていう気持ちで作るお弁当ってきっと楽しい料理になるのかな。ね、その前に旦那はあー何の話。キャラ弁作りたい。昔作ってたご飯だけだけど、そのキャラ弁にするのは、まあ、ハート、卵をハートとかにするとかそういうのはあれだけど、なんかさ、よくいるじゃないですか、カニカマをこうやってこうやってお花にしますみたいな。そんな女の子になりたかった。あなたにお弁当作っていいですか。作りません。私にお弁当作ってくれますかですもん、絶対。うん、早起きして作ってくれるととっても嬉しい。やばい歌だな。まあそんな感じです。ということで、もうそろ5時、私はメイクをするために一度配信を切ります。マイセスターズハウスに行ってメイクをして、まあ、8時台からはしっかりと配信をして、8時半から「ミラーボール」あったよね。私ミラーボール歌いますって言って歌わなかったね。本当だ、ごめん。歌います。この部屋にはいない、淡路島の玉ねぎ、どこかで誰かに教えてるのかな。僕はママのまんまでかじいてた。ありがとう。ごめん、完全に忘れてたわけじゃないんだ、忘れてたわけじゃないんだ。パンダさんいるよね、ありがとうって言ってくれてる。なんて優しいんだ、忘れてたわけじゃないんだ、ごめん。あと先に言っとくのは、コラボ配信中にミラーボールが投げられても歌いませんので、あのハルピョンに歌ってほしいなっていう方は、あのコラボ配信外で投げていただけると。まあコラボ配信中のもね、一応メモっては置く予定ではあるんですけど、さすがにあのレイちゃんの前では歌えない。うん、そういつもの通り誰かと配信してる時みたいな感じで、そう、そんな感じで、まあ基本的には私とレイちゃんの会話が繰り広げられていくんじゃないかなと。できるのかな、頼んだレイちゃん。そう思っておりますので、ぜひ8時半からお待ちしております。ということで、それでは最後にランキング読んで終わります。
ちょっと寝ようかな。で行ってメイクして寝る時間あるかな。行って寝てメイクして、ちょっと眠いんですよね。考えます。ということでランキング読みます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位サッタンさん、ありがとうございます。3位マックミックさん、ありがとうございます。4位シュンゴさん、ありがとうございます。5位スミちゃんとお話し会が楽しすぎて今日5時半起き頑張れた。お、頑張れた人だった。昨日頑張れないみたいに言ってたけど、よかった頑張れて。6位ミャオイさん、ありがとうございます。7位赤鼻の、あれ5時半起き5時起きすいません7位赤鼻のソルティさん、ありがとうございます。8位スーパーベベモンさん、ありがとうございます。9位カーとピョンズさん、ありがとうございます。10位レクサーとピョンズさん、ありがとうございます。11位マチャルさん、ありがとうございます。12位浮かれうさぎさん、ありがとうございます。13位バージョン R さん、ありがとうございます。ありがとう。そして本日のラッキーエイトさんは、これってさ、これでいいのか。はい、こちらでででん、ラ、うん、ラン、ラン、なんて読むんだろう。ランテテ、T は読んでいいのかな。 T 読んでいいのかな。え、どう思う。ラン、ラネわかんない。なんか犬みたいな顔で、なんかT は読むのか読まないのかわからないけど、読むとしたらランタンさん、読まないとしたらランナン、ランナンナンさん、ランタンさんだと思うどうなんでしょう。ありがとうございます。ということで皆さん、夕方配信一旦ありがとうございました。レッスンもとりあえず無事終わって、私は終わったぞって感じなので、明日も頑張りたいと思います。とりあえず今日の夜、8時半からはあのメンバーとコラボ配信をするので、皆さん助けに来てください、そして私の配信自体は8時か8時15分とか、なんか8時台から始めてって感じにしたいと思いますので、皆さんお待ちしてます。それではまたね、後で。バイバーイ。またねー。